おはようございます。セブライフの友です。出荷前の豚、あと1週間2週間ぐらいで出荷になる豚ですね。さあ1日ね、どれぐらいの餌を食べるかというと、はい、だいたい1日1頭あたり3キロから3.5キロぐらい食べます。うん、まあ 3.5 キロだとして、1キロね、餌がだいたい65円ぐらいなので、まあだいたい1頭で1日あたりに200円分ぐらい餌を食べます。はい、9頭いるので1800円、1週間で、1万いくらだ、1万3000円ぐらいかな、の餌をね、ペロッと食べちゃいます。はい、もう寝ながら食べてますね。あの子は満腹ですね。うん、あとそうですね、8月2日が誕生日で、今で5ヶ月少し経ちました。ここ数週間は本当に日に日に大きくなっていて、今で80キロオーバーぐらいあればいいなという感じですね。ちなみにあの子が100キロから110キロぐらいあるのかな、110キロぐらいあるのかな、と比べ、あの子と比べるとね、まだサイズは少し小さいので、まあ、80キロぐらいかなというところですね。はい、あと10日ぐらいかな、で、まあ、1日1キロ増えてくれれば90キロ台100キロぐらいまでね、なって出荷したいなというところです。ちなみにね、母豚は1日だいたい2キロぐらい、母豚はね、満腹には、満腹の状態ではないですね。満腹にすると、まあ、どん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 大きくなって、でお腹もね、赤ちゃんがいたりすると赤ちゃん用のスペースもいるので、満腹だとね、圧迫されてしまうので、1日2キロで、母豚用の餌はこっちの出荷豚用の餌よりは安くて、1キロ45円ぐらいなので、だいたい1日で1頭あたり90円ぐらいですね。うん、はい、出荷前の豚は1日で1頭あたり200円、どれだけね、栄養豊富で満腹で、うん、いい餌をね、食べているかというのがね、わかると思います。はい、結構大きくなってきました。次にね、おそらくこの子たち出荷した後、次に出荷、これぐらいのサイズの豚を見るのはね、おそらくあの子か、あの子の豚が生まれて子豚として売れなかったら育ててとなるので、4ヶ月5ヶ月後ぐらいにね、またこれぐらいのサイズの豚が見れることになるのでね、結構寂しいというかね、結構まあ従来のサイズの豚を見るのはこの子たちでね、一旦おしまいになりそうですね。はい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 、はい、あんまり嫌がらない、だいたいいつもびっくりしてビョーンって出ていくのに、はい、このおっとり母豚はね、結構ビビりなので、触るとほら、おお、あんまりびっくりしなかった。おまだ発情は、うん、発情もう2回ぐらい来たので、次の発情でね、種付けになります。お、踏ん張るな、よっよ、まだ種付け来てないのでね、あ、発情来てないのでまだですね。あれ、ビビらないな、おっとり、どうした、お母さんになるから
大丈夫になったのかな。あれすごい、おーいおーい、こっちは見てくれないんだよな。オッケー。おーいおーい、顔あたりは嫌がるな。はい、ということで、出荷前のね、豚1頭あたり大体200円分ぐらいのね、餌を食べますという動画でした。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いします。それでは、終わり。バイバーイ。お、毛がすごい抜けた。脱毛。毛が変わる時期なのかな。